やる気、元気、たまき。名鑑タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。赤西仁さんと、黒木メイサさんが離婚っていう表現はしてないんだけど、新しいパートナーの形をみたいな感じで。はい。二人の気持ちと、離婚の理由と、今後の仕事を占っていこうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。で、お知らせ2つさせてください。45歳以上のマッチングサービス、マチュール始まりました。12月中は無料なので、ぜひ使ってみてください。ご活用くださいね。はい、で、ズバッとタロとズバッと叶える手帳、販売中でございます。ぜひ願いを一緒に叶えていきましょう。さて、赤西さんと黒木メイサさん。結婚11年だっけ？で、離婚、そう、さっきも言ったけど、離婚って言葉は使ってなくて、なんか、新しい関係できますみたいな感じを、お二人同じ文章で同時に出してね。はい、ということで。まず、カボダス秘術から見ると、33と5の組み合わせ。どちらかというと、黒木メイサさんの方が、自由かな。33も自由ではあるけど、なんだろう、愛情とかさ、人のためにとか、世界のためにみたいな、33の人はね、うん、誰々のためにみたいな、なんだこれ、ためたになっちゃった。誰々のためにみたいなのが、33も4も強いかな。自分のためも、自分が主人公もあるけど、誰かのためにみたいなのも、黒木メイサさんは5も1も両方とも、なんだろう、自分ファーストっていうか、自分ファーストって言うとなんか、わがままで勝手に聞こえるんだけど、別に悪口じゃなくていいのよ。なんだろう、自分が真ん中にいてみたいな。いや、それはそれでいいことなのよ。自分真ん中みたいな。そう。ね。またお仕事でもしたくなったのかね、がっつり。最近、活発に何か出てたんでしょ？よくは知らないけど。なんか噂によると。ね。まあ、簡単に言うとそうだな。いや別に相性はそんなに悪くはないけど、まあその黒木さんをいかに自由に伸び伸びさせられるかがポイントよね。うん、赤西さんがどうぞ好きにして、みたいな。それがなんか、ちょっと無理になったのか、わかんないけど、うん。で、占っていこう。で、なんで離婚したのか、理由は、ちょっと考えられるものを挙げてみたんだけど、1、まあ、夫婦間の問題を、夫婦の価値観の違いとか、考え方が変わってきたとか、まあ、何かしらの夫婦関係の、なんか、夫婦間、うん、なんだ。その問題。で、2番目、仕事の問題。どっちかがこう仕事をもっとしたいとか、なんかこう、活躍したい、目指したいとか、なんか、そういう仕事のバランスの問題。で、3番目、子供をめぐってなんか考え方が違うとか。4番目、経済的な問題。あ、アメリカにいたんだっけ？むちゃくちゃ今お金かかるじゃん。そういう経済的な問題で、そうなるとこう仕事とかにもまあ関係あるんだけど、経済的な問題でなんかちょっと拠点を変えようとかなんかあったのか。で、5番目、この噂もあって偽装離婚だみたいな噂作り。噂じゃない、話題作りか。噂作りじゃない、話題作りのために、目立つために離婚。まあそれもあるっちゃ、ね、ありか、ありっちゃありだよね。別にね。離婚してダメですみたいな感じでも別にないので。うん。目立つために偽装離婚なのか。本当はすごく仲良くて今まで通りなんだけど、とか。僕、その他。うん。はい。何かポジティブ、ネガティブな何か理由があるのかなみたいな。はい。で、お互いへの気持ち。で、それぞれの1年間の仕事を、はい、見ていこうと思います。まず、なんで離婚したのか、理由は何かあるのか。これは強めのカードが出たらイエスかな。ポジティブであれ、ネガティブであれ、なんか、パーッとすごい、強烈なカードが出たところ。まあ、全部っていうのもあり得る。わかんないけど。
だって、なんか、円満ですみたいな。すごく円満ですみたいな、なんか、感じで。まあ、後で気持ちをね、占うけどね。お子さんもまだ小学生くらいだよね。はい。どこかって並べちゃおう。1、2、3、4、5、6。ズバッと出ました。ダイアルカナが偽装離婚のとこに出たよ。なんだろう。そうなのかな。仕事も、まあ、カップの10だからなんか叶えたいみたいなのがあるね。なんで離婚？夫婦の価値観の違い、二人の問題。確かに八方塞がりな感じは出てる。まあまあ、この辺、良い、いいか悪いかで言うとちょっと悪いよね、一番目。うん。で、仕事、ごめん、猫がね。にゃんにゃんで。仕事は願い叶えたいみたいなのがすごい強めに出てる。で、子供に関して、なんか、意見とかが食い違ったんじゃないか。まあ、妨害のカードが出てるので、まあ、若干のマイナスって感じ。経済的なのも妨害みたいなので、若干のマイナスみたいな。まあ、子供のお金かかるね、みたいなのは、なんかあったかもね。で、仕事したいは、確かにこの流れはあるかも。お金かかるアメリカで、子供にめっちゃお金かかる。仕事したい。メイサさんがかな。なんだろう。うん、なんか、家族を幸せにするために仕事したいみたいな感じなんだよね。なんか、自分の自己実現っていうよりは、家族のカードが出てるからさ。うん。そこで、ちょっと意見が違ったのかね。で、偽装離婚も、確かに、これ一番強く出てるの。だから、離婚するほどのことではなかったのかも、確かに。これ怪しいね。で、その他のところに無計画さみたいなのがあるんだよな。無計画。偽装離婚って言ったら計画性だけどね。で、キーのカードに、ワンドのクイーン、ね、女性、奥さんの方が強いみたいなのが出てる。奥さんの意志とか、なんか情熱がすっごい強いみたいな。これは、まとめると多分、昨今の経済状況、ね、世の中のアメリカの情勢、お金かかって辛いね。子育てしていくのに、めっちゃ金かかるね。でも、家族を私は幸せにしたいんだ。多分、メイサさん。まあ、二人ともとはどうけど。うん。がっつり働かないといけないね、みたいな仕事への意欲みたいなのがある。で、あと、価値観とかの違いも、ちょっと、二人とも視野が狭くなって、みたいなのはある。で、偽装離婚は一番強く出てるので、多分、離婚するほどのことではなく、ないし、離婚しないでも、今まで通りやっていくことも、十分、全然可能なんだけれども、まあ、話題作りのためにも、しとく。それでちょっといろいろ変化させてみるみたいな。で、仕事につながるかもしれないし、拠点もちょっと変えるのかな。うん。なんか、いろいろ変化させるための偽装離婚しとくみたいなのを、メイサさん主導でこうやったんじゃないかなみたいな感じがしますけれども、どうでしょうか？どうでしょうかってね、聞いても答えは、わかんないけどね、本人たちの口から聞く、いつか答え合わせが出るまでは、わかんないけど、一生言わないかもしれないし、そんな感じです、占い所だって。お互いへの気持ち、一気に見ちゃいますね、こっち。赤西さんからの気持ち、こっち、メイサさんからの気持ち。人の気持ちを見るときが一番ドキドキするね。なんか、どんな幸せそうなカードが出るのかとか、いや、すごいネガティブなカードが出ちゃったらどうしようとか。ね、なんか何々の運勢とかだったらさ、なんか結果聞いてさ、あ、その対策をすればいいのねって対策取ればさ、未来ってすぐ変わるんだけど、気持ちってさ、基本その瞬間のだから変わんないじゃん。ドキドキする、なんか。
ね。赤西さん、ああ、またバンドのクイーンの逆、わがままだなみたいな。でも皇帝もお互いわがままで勝手だよみたいな感じかな。お互い強い。黒木さんの気持ちが強い。まあ、ネガティブ方向にもいろいろ。強い、とにかく強い。ズバッと出ました。二人とも情熱っていうか、このさ、感情のあれが強いね。まあ、こんな離婚とか扱ってるくらいだから、強烈なカードが出るのかなとか思ったら、想像以上に強烈なカードが出た。まず、赤西さんの方は皇帝もクイーンも逆向いてるの。だから、そう、最初さ、メイサーさんの方、クイーンの方が逆見たから、妻はなんで勝手でわがままな女性なんだ、みたいなのが強いのかなと思いきや、自分に対しても多分出てんの。自分たち、この夫婦って、俺たちって本当、俺が強くて、そういう家族だよね、みたいな認識がある。それぞれがやりたいこととか、うん、私はこうなの、俺はこうなんだ、みたいなのがこう、結構強くぶつかり合って、それがなんかすごい障害にもなるし、でもなんか言いたいことはすごい言って、すごいスカッとするような家庭だね、みたいな。だから、もやもやした感じはないのよ、多分。なんかこう、冷静に見て、俺たちってさ、本当にわがままだよね、それぞれ、みたいな。まあ、言いたいことを言ってさ、みたいな。まあ、それがいいとこでもあるんだけど、みたいな。なんか、そんな感じでこう、考えてる感情よね。で、対策注意点に、またさ、こう、メイサさんだよね、多分お母さんのカード、お母さん?うん。自分のお母さんじゃないよね。まあ、自分のお母さんの可能性もあるけど、なんか、お母さんの方を大事にしたいみたいに出てるから、メイサさんの方を大事にしとくか、みたいな。母親だし、みたいな。か、もしくは本当にね、日本人の お母さんのことかもしれないし、な親のことかもしれないし。それ、なんかお母さんを一番に考えなきゃ、みたいなのが赤西さん。で、メイサさんはね、赤西さんに対してまず、なのこれ、嘘つきだ、そう、マジシャンの逆が出る。で、騙されたとか嘘つきとか、もしくは楽しくないとかなの。で、どん底カードが出てるのよ。なので、最初の約束と違ったじゃないとか。で、やっぱ仕事のカードが出てるの。なんだろう、結婚するときに落ち着いたら、なんか、ね、子育てちょっと落ち着いたらあなたも仕事で活躍しないようなって言ってたのか、約束してたのか、何らかのこう仕事に関する話はしてたんじゃないかな。仕事なりなんか結婚生活こういう風にしようみたいな。で、メイサさんの中では、なんか全部やるみたいな。仕事も家庭も全部やりたいみたいなのが出てるの。それができなかったのかな。それで、なんか嘘つかれたみたいな。なんかこの空白のこの何年かをどん底だったみたいな、結構強烈なカードが出てて。ただ、でも、全面的に嫌いなわけではなくて、穏やかなね、節制のカードも出てるし、一緒にいると気が合う部分もあるし、何より、この、今のね、家族、家庭をこう反映させ、こう子供もね、生まれて、とても楽しい我が家を作ってくれたのも、赤西さんだし、みたいな。うん、なんか、いろんな複雑な思いがありそう。ただただ、ほんと仕事したそうだね。ね。うん。家族、まあ、私は全部両立できるから全部させてよ、みたいなさ。もうこれ以上私を縛らないで、最初のあれだよね、カバダス秘術の時の説明と同じだけど、もう私は自由に、もう、伸び伸び活躍させてみたいな感じがすごい強く出て、やっぱ仕事がキーかね。私はもっと活躍したいのよみたいな。そこで仕事運です。あ、結構喋ったな。
もう18分経ちた。赤西さんの仕事論、ちょっとざっくりした流れね。いいか悪いか。あれ、赤西さんがなんか、旧ジャニーズに戻ったりするとか、いうのは、なんかいろんな動画で占っている気がするので、はしょります。検索するとね、多分、出てくる、自信がなくなっちゃった。出てくるんじゃないかな。玉木占い赤西とかで。検索で出てこない時もあるから、なんか、断言できないなと思って。はい、ズバッと出ます。赤西さんの仕事のは、いいか悪いかで言うと、あんまり良くないかな。きつそうかな。女帝と女教皇の逆に挟まれてるって何があった？なんだろう。今現在がすでになんかさ、妨害とか邪魔されるとか、なかなか前に進めないので、その背景にさ、ちょっと夢見がちみたいなのがあるの。現実的じゃないのよ、ちょっと。現実的じゃないからなかなか前に進まないみたいな。人とも衝突するし、意見が。なかなかこうスムーズじゃないよって出てて、近い将来、女教皇の逆、そのまま取るとまあ、感情的になっちゃうみたいなのが出てて、で、タワーがここに出てんだよな、立場の背景に。なんだろう、限界ですなのか、トラブルなのか、これ旧ジャニーズの問題なのか、なんだろうな。なんらかのトラブル、アクシデントが背景にあり、まあ、旧ジャニーズのことかもしれないしね。ただ、それを背景にして、でも本当は大らかにどっしり構えてた人なのよ、赤西さん。ただ将来になっちゃうと気持ちがすごい不安定な感じがずっと出てるのね。なんでだろうね。そう、近い将来も最終結論もちょっとこうバランスを崩すみたい。心身のバランス崩す、もしくは仕事と家庭のバランス崩すとか、なんかちょっと感情的になって感情の波が結構ワンワンっていう感じで、まあ、スムーズではないかな。ちょっとしんどいかなっていう感じ。対策注意点が、大事な部分、大事な権利とか所有とか、大事な仕事だけはがっちり守ってねって、それだけは手放すなよみたいなのは出てます。何の仕事かちょっとわからんけど、今何を、どんなことをしてるのかわかんないんだけど。で、黒木メイサさんの仕事は、さっきからね、仕事したそうなカードがめっちゃいっぱい出てたけど、仕事はどうでしょうか。あ、まだ、でも若いね。35歳か。若。そうだよ。結婚した時がめちゃめちゃ若かったもんね。そうか。20、そうか、そんな。若く出産しちゃったのか、そうか、そうか、そうか。なるほどね。それは意欲もあるよね。まだ元気だしね、体も。35歳ならピンピンしてるの、多分ね。あり余ってよね、エネルギー。まだ活躍したいみたいになるわ、それは。これがさ、45歳とかだったらさ、あ、もうなんか最近、疲れやすくてとか、ちょっとネガティブ要素も出てくるかもしれないけど、35歳でね、ちょっと育児がかなりこう楽になったわ、みたいな段階だと、それは活躍していただきたいですね。同じ女性としてもうどんどん活躍しろよって思うね。確かに35か。若いな。想像してたより今パッと今ホワイトボード見て若っと思って、ね、20代の頃はさ、自分が35歳もうおばさんとかね、おばさんが何歳なのかもわからずいたけど、35もうぐるんってこう一回りくらい超えてしまうと、私も35歳が若くてピチピチで若い若いって思って、これもまたさらに一回りってさ、60歳とかになるとさ、私も、は、40代若い若いとか言うんだろうなと思った。はい、はい、ズバッと出ました。
メイサさんの仕事運、社会からの信頼がないんだ、ちょっと。うん、皇帝の逆が出てる。皇帝の逆、さっきさ、赤西さんのからの気持ちにも出たじゃん。もしかして、メイサさんのことだった？メイサさん、男勝りだし、なんか、もう男女を超えて強いみたいな。そんな感じなのかな。皇帝の逆、メイサさんのこと表してるのかな、さっきから。男勝りでめっちゃ強いみたいな。で、立場、まあ、立場も、そうだな、なんか、この際、なんだろうね、最近のなんか結果出してないみたいな。まあ、子育てしたから何の結果も最近は出してないのはもちろんあれなんだけど、ちょっと周りから見た評価が、わがままな王様みたいな感じに見えてるのは、この辺は気になるけど、でも、うまくいくんじゃない？今すでに仕事が来てるんだと思う。あると思う。ワクワクするような仕事の始まり、芽生えがあって、そう、ちょっとタイミングとしてはなんか違うって思いながらも、でも楽しい仕事があり、で、近い将来もいいでしょ？ね。よーく男性のカードが出るよね。なんか、男勝りなんだろうね。強いんだろうね。うん、多分うまくいくよ、その仕事も。順調にうまくいって、最終的になんかこう、理性的になんか物事を進めていくみたいな。うん。感じが出て、計算高く。だから、自分の評価がちょっと、わがままな王様って思われてるのも、わかってるかもしれない、彼女は。うん、その中で計算高く、こう、したたかにやっていきそう。対策注意点、カップの3なので、なんか、一人よがりじゃなくて、よく周りとの協調性を大事にして、助け合いながら仕事してって、仲良く仕事して、みたいな。大きいあやと楽しく仕事して、私がじゃなくて、私主役とかじゃなくて、みんなと平等にこう仲良くワイワイって仕事してねって仲良く、いうのが出てますけど、まあ、おおむね、赤西さんよりは黒木メイサさんの方が仕事が順調なんじゃないかなって思った。うん。なんか、面白いね。面白いねって、離婚の話で言う言葉じゃないんだけど、ちょっと、人間模様が見えてちょっと面白かったなと思って。お二人ともご活躍をお祈りしております。はい。楽しみですね。はい、じゃあ、じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。チョキなのでグーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイありがとうございます。